ビートサベールはチェコのビートゲームズが開発した VR 対応の音楽ゲームである。本作は前方から来るブロックをプレイヤーが持つ両手の剣を使って切り点数を稼ぐ仕組みとなっている。マイクロソフトウィンドウズを搭載した PC 上でオクルスリフト、オクルスクエスト、HTC VIV、Windows Mixed Reality、また PlayStation VR でプレイすることができる。 スティーム、オクルスストアでは2018年5月から、アーリーアクセス版としてリリースされた後、2019年5月に、正式販売された。日本では、プレイステーション VR 版が2019年3月に、発売された。さらに、2019年11月には、日本国内で、アーケード版のロケテストが開始された。左から、右、ウラジミール・ロキ・フリンチャール。 ミカエラ・デイロナコバ、ヤロスラフ・ベック。ゲームデベロッパーズ、チョイス・アワード2019にて2016年頃、ヤン・イラフスキーとウラジミール・ロキ・フリン・チャールの二人は、カメレオン・ランの開発を終え、本作の開発に移行した。本作の仕組みは、二つの剣でキューブを切り裂くという、シンプルなものであるがゆえに真似されやすいことを、理解していた開発チームは、開発期間の大半を、 ゲームの構成要素のブラッシュアップに利用した。2017年、本作のアルファ版の予告編が公開された。同じく、チェコ出身の作曲家のヤロスラフベックはこれを見て、開発チームへの参加を決意し、彼らに連絡を取った。RE ア,ーーアクセス版が公開される少し前にあたる2018年1月、ヤンが開発中の本作に関する動画を SNS に投稿したところ、 8000リスイートと17000いいねを得た。その後、ベックはリブという会社と接触し、リブとの交流の中で VR のために作ったリズムゲームは、ただのリズムゲームではなく、音楽を感じることができる、全く新しい方法で音楽を楽しむものだという啓示を得たと、モグラゲームスとのインタビューの中で振り返っている。そして、開発チームは、 ビートゲームズという会社を立ち上げ、ベックが CEO に収まった。スティームでのアーリーアクセス版が発売された後、レベルエディターも出すという発表がなされたが、2019年5月までに延期された。その後、プレイステーション4版が2018年11月20日に発売された。2019年3月、カナダのレコード会社、モンスターキャットの楽曲10曲を収録した。 有料 DLC が発売された。また、同年のエイプリルフールには、同レベルに所属する、ノイズストームの、クラブレイブが、無料で配信された。さらに、同年5月2日、r e ーアクセスの公開から1周年記念として、開発初期バージョンである、ビート、サベールオリジンズが、無料で配布された。2019年5月21日、PC 版が正式に発売された。 2019年11月26日、Facebook Inc. は本作の開発元である Beat Games を買収して、オクルススタジオの参加に収めたことを発表した。この買収によって、他社 VR デバイス向けの Beat、サベールの開発に支障をきたすものではないことを明らかにし、Beat Games は、プラハのインディーズゲームスタジオとしての活動を継続する。また、 同スタジオは360度モードの開発を進めている。本作にはエレクトロニックダンスミュージックを中心とした楽曲が多く使われている。2020年1月29日、日本のミュージシャン、カメリアの楽曲3曲が無料配信された。本作はアーリーアクセス版の発売から1ヶ月で10万本を売り上げた。また、 バーチャルユーチューバーをはじめとする多くのプレイヤーによって本作のプレイ動画がインターネット上に投稿された。ありがとうございます。